はい、今ですね、奥さんと夕方の公園を散歩しております、はい、川ですね、流れておりまして、ベンチがあるので座りますか、ちょっと。というか、あっちにもベンチがありますね。あれ、ベンチじゃないか。ベンチじゃない。ベンチに見えましたが、実際は違いますね。はい、この前私とお母さんは、はい、魚、小さい魚いっぱい買って、はい、ここに流す。あ、そうなの。そうそう、みんなも育った。そういうことやるんだね。そう、ここね、うん、涼しいね。そう、涼しいですよ。はい、うわ、ほんとめっちゃ涼しい。やっぱあそこは船、横の船ですね。はい、たくさん乗って、はい、回るっていうね。はい、じゃあちょっとベンチに座りましょう。はい、ということでね、日曜日なんですけども、うん、めっちゃ空いてませんか。いや、日曜日だけど夜ですね。ああ、夜は混む。そう、だから今光読みの嫌だから。嫌だからめっちゃ来ないということ。そう、あそこ行く。行きますか。はい、はい、木もありまして、ちょうどね、影になってますからね。はい、じゃあ座ってください。私も座りますよ。はい、はい、わ、鳥も飛んでますね。うん、何の鳥かな。何て言うかな。あ、分かんない。あ、のどかですね。実はですね、今日男性が耳かきをするというお店がベンチにありまして、はい、でそこ場所はね、私たち知ってさっき行ってきたんですけども、まあ撮影してもいいかっていうふうに交渉したらですね、ダメだとダメだよと言われて、いや、せっかくだから公園で一休みしてね、帰ろうっていうことで、仕方ないです。仕方ないですね。太ったから運動するか。口は？センサーいいね、川見ながらこうやるのいいね。うん、お腹細くなるよ。でもあなたは一応細くなるかもしれないね。